はい、大阪府豊中市にある坂本整体院です。今日はですね、立ち方、特にね、立ってる時に上半身のね、この状態っていうのをどうすればいいのかっていうことについてお話ししていきます。でまあ、変形性股関節症、変形性膝関節症、まあ、これ全部なんですけどね、立ち方なんで、腰でもヘルニアだろうとなんだろうと、この立ち方っていうのは大切になってくるんですけれども、このね、立つ時に、まあ、内くるぶし、まあ、足のこの内くるぶしね、内側のところのに体重をこう力を抜いて乗せてもらう、まあ、そのために大体肩幅ぐらいまで大体足を開いてもらうっていうのを、まあ、動画でお伝えしたことあるんですけれども、まあ、それはできていても、こうですね、腰をその時グッて反って胸をね、こう肩が前に行かないようにこうグッて張ってる人いるんですね。これやっちゃうと下がこうなっててもやっぱりここが反ってきますし、ここはこうグッて前に出ちゃうんで、ここが止めようとしてこの股関節周りっていうのに負担がかかりますし、膝も太ももの筋肉がパンと張ってくるので、こうね、膝っていうのも痛くなります。つまり変形や変形性股関節症であったり、腰ですね、ヘルニアであったりっていうのね、全てのこの状態に対して良くないので、この上半身の位置っていうのもしっかり見直していってほしいんですけど、立つときね、もう一緒で、上半身の力、特にこの背中ですね、からもここら辺全部上半身は力を抜いてほしいんですよ。つまり姿勢よくしようとすると、こう肩をですね、こうピシッとこうしようとして、まず胸を張ります。で、こうグッて反ろうとします。反って、で、まっすぐ前を向こうとします。っていうふうに、こういうふうになっていくわけですよ。これが続くと、やっぱり骨盤ってこういうふうに前に行くんですね。これがまっすぐだとしたら、胸をこうグッと張って、腰をこうグッと反って、自分でこう骨盤をこう前傾させていくわけですよ。こうなるとやっぱり腰の筋肉は縮まりますし、これは首も肩も痛くなってしまいます。股関節もここの筋肉が引っ張られてしまって痛くなりやすいです。膝はこの太ももの筋肉がパンと張ってしまうので痛くなりやすいです。これを骨盤をですね、こうなってるんじゃなくて、こういうふうにね、まっすぐ地面に対してできるだけまっすぐにしてあげる。で、骨盤に対して背骨っていうのは乗っているので、これがまっすぐならここは力を抜いてあげるということですね。ここでいろいろ操作しないということですね。ここだけまっすぐになっていれば OK だということです。なので、その状態をしっかり作ってあげるために、こうやって骨盤がこうなっている人、まあ、ほとんどの女性の人はこうなってます。なので、ちょっとね、だらーんとして力抜いてあげて、こんな感じにしてあげてください。ちょっと自分でこうグーって戻してあげる感じでもいいです。で、そこから息を吸って、思いっきり肩を上げて、ふーって吐いて、だらんとしてください。さっきより、ちょっと、この骨盤あたりに、ずんと上半身の重さ、感じると思います。ここら辺に、ずんと。それぐらいでいいです。で、肩も別にちょっと前に行ってても構わないです。こうやって、歩くときは。運動するときとか、そういうときはまた別になってきますけど、まっすぐしてこうとかありますけど、このね、日常生活、普段過ごす立ち方のときにこんなことしてたら、体疲れちゃうだけなんで、で、負担がかかってくるだけなので、次はダランとしてあげてください。ここら辺にちょっとズスンズンとさっきより重さがかかっていると思います。これぐらいで構わないです。で、別にまっすぐ前見なくていいです。ちょっと斜め下ぐらいでも全然構わないです。こうやってピシッとまっすぐ向くと、余計それこうやってグーって首を上に上げていくと、腰グーって反ってくるの、ここに力入ってくるの分かると思うんですよ。いうふうにまっすぐにしようとあまり意識しすぎると、ここに力かかっちゃうね。これ腰とか背中痛めやすいです。で、反るから股関節、膝っていうのも痛みやすいです。なので、ちょっとね、だらんとしてあげてください。これぐらいでいいです。目線をこうまっすぐしなくても、これぐらいなら全然 OK です。肩も別にこんなになってたらまた別ですけど、これぐらいなら全然構わないです。ちょっと今までこう、この反る、胸を張って腰を反る姿勢が強かった人は、これやるともうかなり自分の中でもこんなになってるイメージに感じるかもしれないですけど、実際はそんなならないんで安心してやってください。これぐらいで立ってあげるっていうように、ね、してあげてください。歩くときもできればこの上半身のままでこうやって歩いてあげてください。で、この状態を作ってあげることで、こう、ね、さっき言ったような痛みっていうのは立ってくるときに改善されやすいので、まずこの立ち方に変えていく。で、1個ミスとしては、この状態からこの力を抜こうとして、ちょっとこう下を向くっていったときに、お尻をこう突き出して、これでこうしようとする人がいるんですね。だらーんとしてるつもりなんで、でもこれお尻突き出してるだけなんで、余計ここ腰反っちゃうんですよ。この状態でこうしちゃうと。やったら分かるんですけど、この状態でお尻だけ後ろに突き出していくと、より腰に負担かかってくるっていうのが分かります。これ腰痛めます。で、股関節グーって縮まってくるので痛めます。で、
この状態で立つと、どんどん膝が今度曲がってきやすくなります。膝に負担がかかって痛めます。なので、やめましょう。お尻をこう突き出すのではなくて、ここから上ですね、を力を入れて、だらんとしてあげる。このね、立ち方をしっかりできるようにしてください。別に、この力抜けてだらんできたわけなので、思い切りこれ以上ここまでとかはいかなくていいですよ。こんなんにするとかね。これやらなくていいです。ちょっと軽く斜め下を見てあげる。で、だらんと寝てあげて、ここにちょっとさっきより重さをずんと感じるぐらいなら OK です。自分の中でかなり猫背だなと思ったら、それぐらいが正解だと思ってください。あなたの体は別にこうやってグッて反っているので、そうならないようにしてください。で、しっかり内くるぶしに乗るように体重を乗せて立つようにしてもらえると、正しい立ち方になってきます。あとはそれを他の生活の動きの中でも、上半身の力を常に抜いて動くということができるようになれば、改善というのは早くなっていくので、いろいろ治療して治らないという人は、こうね、上半身の力を抜くっていうね、立つ時のこの動きっていうの、立ち仕事が多い人とかね、特に見直してあげてください。では、チャンネル登録もよろしくお願いします。